鈴木誠也、よっしゃ、ソーシャイソーや、ベアクルーズ、ラリーグ中地区3位のカブスが同最下位のレッズに逆転負け、3連敗で借金2となった。5月は10勝18敗と大きく負け越した。2番右翼で2試合ぶりに先発復帰した鈴木誠也が野手は4打数1安打1打点、2点を追う9回1失1、3塁では左翼線へ敵陣2塁打を放ったが、同点の生還を狙った1塁走者が本命奮し、左翼からの中継プレーを担った遊撃デラクルスの爆肩に阻まれた。この送球は 93.3 マイル、約150キロを計測。それでも鈴木は連続試合安打を8に伸ばした。前日30日、日本時間31日の敵地ブルワーズ戦ではメジャー初の代打弾、2点を追う7回1失1塁で一時同点となる5号ツーランを左翼席へ放り込み、代打なので積極的に振らないといけないし、追い込まれてからはきついなっていうのは分かっていたと納得の表情を浮かべていた。この日も9回に快音を響かせたが、4月中旬に右脇腹を痛めて離脱した影響もあり、復帰した5月は18試合で打率2割1分9厘と苦しんだ。4月は打率3割5厘と好スタートを切っていただけに、6月の反攻に期待したいところだ。デラクルーズの肩やばすぎだろ。際どいプレーになるかと思ったら速球早すぎて余裕でアウトや。デラクルーズマジエグい。鈴木誠也は1打点損したな。デラクルーズの中継やばいに尽きるが、何気にレフトも好プレーだった。デラクルーズ、イチローみたいな外野手としての補佐とは別に中継としての補佐という新しい見どころジャンル創出しつつある。ほぼ助走なしで150キロ超え、もしデラクルーズが投手やってても余裕で活躍しそう。デラクルーズの速球は矢のように速くてせっかく。早球速いだけじゃなくてしっかりコントロールもできてるのがすごいところだよな。デラクルーズの強肩はやばいな。あの位置でのカットから本塁に暴速球、この人も化け物だわ。誠也は昨日もホームラン出たし、ちょっと調子上がってきたかな。昨シーズン後半からの調子を維持してるように見えた春先は今年こそタイトル争いに絡むんじゃないかと思ってたけど故障が痛かったな。それが言えてここのところはようやく彼本来の打撃に戻りつつあるように見える。誠也はこれから調子上げていってほしい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。